冬の限られた時期しか獲れず奇跡の高級魚とも呼ばれるノルウェー産の天然タラスクレイが日本に初上陸しました。初上陸を記念して、ノルウェー大使館ではセレモニーが開かれました。スクレイは1月から3月にノルウェー沿岸沖のみで漁獲される天然のタラです。世界の魚介類で唯一専門の品質検査組織があって、厳しい品質基準を満たしたものだけが販売されます。 口に入れた瞬間に身がホロホロほろほろと解けて味はかなり淡白でさっぱりとしていますね今回入荷したのはイオンリテールで輸入ノウハウを生かすことで冷凍しない状態での販売が可能になったということです価格は100グラムあたり429円と国内で流通するタラのおよそ2倍でイオンスタイルなど60店舗で明日から販売します